ビデオカメラを初めて手にして私は9年になる。年明け早々我が目を疑うほどの嬉しいビッグな知らせが届いた。閉ざされた65年前の参加、松田晴美さん、どうぞ壇上にお越しください。ところでビデオとの出会いだが、長く忙しい年月を過ごした私も定年で一区切りついた。一足先に第二の人生を過ごす友達に街で出会った。この人は考えるところがあって僧侶となり仏門に帰依した。その傍らカルチャーセンターの講師、ゴルフ、麻雀、ビデオと多彩な趣味で人生を楽しんでいる。ところで佐々木さん、どうしようの今。まあね、ところがね、まあ、人生そういうの長くなったでしょ、うん、バイフル。ところが年長くなったのに年金はこれでしょ、うん、ねねり。そうするとね、目的がないと朝から酒飲んだり、うん、はいはいはい、ね、それで女房がおらんなってずっと夜中 BS 見てですね、それで朝もじゃあメールが来てから家に下にね飯食作ってあるけ、うん、食べ言うて降りてまた上上がってみたがね、あれですよ。惨め通り飛んでゆく南の空へ、惨め惨めと。こうならんようにやれん。だね、今チャンスですね、若いしね、まあね、やることがあってね、困るんでしょうがね、楽しいもんだと思いますよ、皆さんにご迷惑かけんようにね、佐々木さんはまるで身の毛もよだつような話をした。俺は猫になりたいわとは言っても猫にもなれない。それでは私は世間でよく言われる哀れ亭主の代名詞、濡れ落ち葉にベンチ族、一人ぽっちにはなるまいと趣味を探すことにした。ところが我が身を振り返ってみると40数年ペン一筋で生きてきた私はせいぜい付き合いゴルフぐらいである。これといった趣味は見当たらない。いつかテレビで見た社交ダンスを思い出した。女性とステップを踏めば若返るかもと社交ダンスを試みた。さらに囲碁将棋へと手を広げたがどれも身につかない。妻は英会話コーラスとノリに乗っている。 For a week we went to Milano, Firenze, and here, and yesterday. 一緒に外国旅行に出かけると妻はペラペラと外人と英語で会話を交わしている。私はせいぜいHow much か I cannot speak English くらいしか喋れない。寂しい。何一つ趣味も見当たらない私は焦る。そんなところに孫を被写体にするといい思い出になるよとビデオ撮影を勧められたのがことの始まりだった。やってみると面白い。
活流では行けないのでカルチャー教室に行った。なかなか参考になる。専門雑誌を買い込み勉強もした。雑誌のコンペにも繰り返し入賞できた。とうとうビデオにはまってしまった。友人から東京ビデオフェスティバルに応募したら入賞するかもと肩を叩かれ応募した。首尾よく入賞。それも思いもしなかった優秀作品賞だった。ビデオ愛好者なら一度は手にしたい賞だった。その念願が叶った。妻ゆり子は被爆者である。朝食を食べるため箸を手にしたその時だった。一瞬閃光が走り爆風で窓ガラスが飛び散り周囲は真っ暗。ゆりちゃんゆりちゃんと叫ぶ母の声がした。両足は鮮血に染まっている。母はすぐ乳母車に弟を乗せた。母の後を追った。被爆者が一日で1万3000人もなだれ込み、村は大混乱となった。被災者並べられてね、ここに並んどられましたよ、これの。うなされる日々を送る母は寝たまま、弟にちぶさを加えさせる。父が出ない、という悲しい声が。朝が来るたびにうめき声の間を縫うように物言わぬダビに伏す列が続いた。忘れようにも忘れられない残酷な日々だった。身も心も楽しい。これなら平均寿命は軽く通過しそうだ。もうこれで濡れ落ち葉やベンチ族にならず、これからは楽しいビデオ人生を送れそうだ。